私またなんかやっちゃいました？に対する視聴者の反応集。もしかして私、またなんかやっちゃいました？ゲートの次は競馬士をぶち壊しにかかっとる。白毛の G1 馬出しただけでも運の字なのに妹まで。もしかして、白いの抜きにして迷信なのでは？ゲートは犠牲になったのだ。娘の成績の犠牲の犠牲にな。ゲートなんさえなければ、重賞勝ってただろお前。ママコちゃんも G1 勝ったのでカルパにかかるプレッシャーがやばいことに。カルパくんにのしかかるプレッシャーやばそう。カルパ、やっと勝ち上がったわね。これからが正念場よ、頑張りなさい。ぶちこママが名品すぎる。なんとか勝ち上がれてよかった、川田ありがとう。育ち判定の白毛とかいう勝利へのプレッシャーがすごそうな馬。勝ててよかった。白毛じゃないけどママコちゃんも G1 取ったからなおさらプレッシャーエグそうよな。黒船入ってないのにダートいけるんだ。なんならブチコ3区初のダート勝利という。白雪姫神経自体がダート寄りだから。モーリスかけるブチコとかいう不安しか覚えない血統でもよくぞ勝ってくれた。地道に使えてはいるしなんか心配した方向では問題なさそうなんだよなこの子。モーリスだからここから焦らず使ってくれればいい線いけると期待しますよ。ママを反面教師にしたからゲートには自信あるわよ。安田記念でゲートイアンゴしてたの覚えとるぞ。同じ一族の早やっこみたいになってもそれはそれで面白い。白毛牝馬もう一頭は出してほしいな。白インジャーがさっぱりだし。白インジャーはあんまり受胎率良くないんだよね。ミッキーアイルの受胎率も良くないからもどかしい。いい牝馬出すこと自体は名経エールで証明できたからこそボバ2頭プラス不受胎多めなのが辛いよな白インジャー。ここから勝ち上がってリステッドや重賞を勝てばブチコの名品 RTA がクリアという事実。G1 馬2頭だから十分名品提起。国際保護馬名にブチコが登録されると思うと草生える。国際保護馬名リーチか。3組 G1、パート1国の競争のみ、勝ち馬が2頭かつ他に1頭以上の重賞、リステッド競争含む、勝ち馬がいる繁殖牝馬。国際保護馬名って何ぞや？って見に行ったら繁殖牝馬として登録されとるの6頭しかおらんやんけ。やっぱ。つまり、カルパがリステッド競争勝てば条件満たすのか。カルパでも誰でもリステッド、ってことは JPN 含め勝ったら国際保護決定か。カルパくんいよいよ姉妹のせいでプレッシャーがやばいことに。ブチコが国際保護馬名になって、全世界ブチコの名前が付けられなくなる世界戦って絶対面白い。カルパくん、頑張ろうな。ブチコの勝ち試合って実はめちゃくちゃ強いぶっちぎりの総力で勝ってるんだよね。でもここまでのエグい3区を出すなんて思ってもないですよ。ブチコママあんた現在進行形でとんでもないことやってるんだよ。すげえよ。船橋の破壊神と呼ばれたアイドルが名繁殖牝馬になるなんてルメールもびっくりだよ。G1 馬複数出した母って他にどんなんおるんだ？エアグルーブとパシフィカスとホワイトナルビーしか知らん。ハルーアスウィートが3頭 G1 馬出してるよ。競馬に若発言ですまんのやがもしかして G1 馬複数出す繁殖牝馬って珍しいの？牝馬は埋める頭数が10頭前後になってしまう関係上、どんだけ血統が良くても繁殖としての能力が高くても試行回数が10回ぐらいしかない分、良い成績の馬を輩出する確率は低くなる。そして G1 馬ってのはマジでまぐれだろうがなんだろうがやばいぐらいのエリート。白毛の牝馬で繁殖成績だけで国際保護馬名入り目前で、代表3区は初年度3区で世界初の白毛 G1 馬って何かがおかしいだろ。娘はハオルは母はゲート破壊するわの破天荒家族なのにママコちゃはようやっとる。もしかしてブチコかける黒船が黄金血統だったってこと？もしゲートなんなければ重賞取れたと思うけど、早期引退しなかったら黒船かけるブチココ1頭だけ、あるいは生まれなかった可能性があるのが怖い。ブチコを早期引退させたから育ちがあると考えると競馬ってマジ時の運だな。白雪姫神経の白毛繁殖は全場オープン場を出してる事実。白雪姫、ゆきちゃん、アマンテビアンコ、マシュマロ、ハヤヤッコ、ブラマンジェ、ダノンハーロック、マーブルケーキ、ルージュエクレール、ブチコ、育ち、ママコチャ、白インジャー、メイケイエール。突然変異で白毛が生まれます。その白毛が牝馬で小出しも良く、3区にも白毛をたくさん遺伝させます。しかも名品で小山子がバンバン勝ちます。神引きすぎる。なんでディープと金亀と黒船と白雪姫が同じ馬主なんですか？
残数調整でもしてるんですか？経路別成績データはもうボロボロ。白毛云々の前に品系としてあまりに優秀すぎるんだよね。牧場王が流行ってる頃に生まれて漫画超えた一族。マジで白雪姫系が強すぎるのが悪い。どんな奇跡が起きたら SS から突然変異で牝馬の白毛生まれてくんだよ。ブチ子とかいう育ちとママ子茶を産んだすげえやつ。早やっ子とかいう8歳になっても G2 入着する偉いやつ。メイケイエールとかいうやべえやつ。確率で白毛が生まれる以上になんかおかしい一族。ユキちゃんもブチ子もマシュマロも白エンジャーも繁殖として強すぎん。今のとこ牝馬での G1 勝利だけど、それこそブチ子や育ちの息子で G1 取るやつ出てきても不思議はないし、そいつが誕生時に2分の1ガチャで白毛取る可能性だってなくはない。初年度3区が育ちで2年目はママ子ちゃ、3年目のカルパくんが G1 勝って3子連続 G1 馬になったら多分日本史上初の記録だよね。春はスウィート母さんはビルシーナとシュバルグランの間にもう1頭挟んでるから、3子連続は史上初だと思う。カルパがリステッドか重賞を勝てれば3子目でブチ子が国際保護馬名に登録されるので、そこは期待したいな。そもそも白雪姫の神経って遡っても6に G1 馬出てこない程度に栄えてないファミリーラインで、白雪姫の母親は小出し悪くて追放されてるんだよね。本物の成り上がり系じゃん。